レスリング柴田三條。はいどうも柴田です。今朝ですね、まあこれからこの動画で語ることと、まあ、ほぼ同じことを言っている動画をアップしたのですが、ちょっと、悪口が動画の中に入りすぎていたので広告がつかなかったのと、あとウームから、リリースが一つ出まして追加の情報があったんで、まあちょっとそれを加味して動画を作り直そうと、撮り直しております。はい、で今日の話なんだけども、ヒカルとレペゼン地球のチャンネルにマホトが出演した件についてお話ししようと思います。ヒカルとレペゼンの動画にですね、現在、謹慎中のマホトが出演しました。まあ、皆さんも、そんな昔のことじゃないんで知ってると思いますが、マホトは、付き合っている、同棲している、彼女、元アイドルの彼女をですね、ボコボコにしてですね、顔を踏んづけてですね、で逮捕されました。でウームは、これを受けてマホトを、今年、いっぱい謹慎にすると、こう言っておりまして、まあ、現在謹慎中なんですよ、マホト君が。でも、ヒカルのチャンネルとレペゼン地球のチャンネルに出演して、まあ、くだらないお遊びみたいな動画をこうアップしていたと、いうことで、これでどうなんだと。いや、謹慎っていうのはね、謹慎っていうのはその自分のチャンネルを更新しないことが謹慎なのかと、他のチャンネルに出るのは OK なのかと、それウームどうなのと、お前のところは自分のタレントをちゃんと管理もできないのかと、で謹慎中なのにもかかわらず、要は他のチャンネルに出演したマホトに対して何らかしらのペナルティはないのかと。でまあすごい俺はなんか違うなって思ったんだよね。で、まあこれが今朝の動画でまあ話したことで、まあ、そこからちょっと追加の情報があって、なんか何でもあの動画はマホトが逮捕される前に撮影したものらしいってコメント欄でもあったんだけど、だけどねいやね、関係なくないね。まあじゃあまあ撮影されたのが逮捕より前であれば、まあ、マホトの責任はちょっと減るかもしれないけども、ね、逮捕される前にあの動画が撮影されたなんて証拠ないし、っていうか一番問題なのはそのマホトがその出ている動画を今このタイミングでアップしているヒカルとレペゼンが問題なわけでしょ。だから俺もヒカルのことすごい気持ち悪いって、いや、まあ、朝の動画でも言ったんだけど、やっぱり気持ち悪いと思うんだ。だって被害者がいるもんじゃん。で女の子がさ一人ボッコボコにされてんだよ。でそんなド犯罪者のマホトが映っている動画をヒカルがなんでアップするの、なんでアップしなきゃいけないので、ヒカルは自分の、動画の概要欄になんか動画に罪はないからとか言うけど、いやお前がその動画をアップすることで、じゃあそのボコボコにされた女の子とかその女の子の友達とか家族とかはすごい嫌な気持ちになるとは思わない。やっぱマホトはその、そういうことを知ってしまったんだから、まあ、刑事的にも、そして、まあ、社会的にもね責任を取るべきだと俺は思うんだ。でまあ、社会的な方で言うんだったら、まあ、そのウームが決めたことだけども、とりあえずは謹慎なわけじゃん。でとりあえずは謹慎します、活動しないっていうそんな、まあ、期間なわけで、その期間ぐらいは動画出さなくていいんじゃねっていうね。だってテレビなんかでは絶対出さないでしょ。まあ雨上がりの宮迫がさ、要は反社とのお付き合いがあったって言ったらさ、アメトークがさ宮迫が映ってる部分をこうすっぽりカットするわけじゃんね。で被害者があるからだ、それは。被害者もいるし、被害者の家族、とか友達とか見たら嫌な気持ちになるでしょ。まあ性犯罪でもね、暴力事件でもね、芸人とか芸能人が起こすとバッサリ切られるわけじゃん。だからそれはそういう理由があるのよ。で今回も被害者があってのことなんだよね。被害者があっての事件で、っていうことなのに、謹慎中にね、責任を取っている最中なのにその動画をアップするっていうのはいかがなものなんでしょうか。まあ、光くんはそんなの分かって、どうせ炎上するって分かってアップ、わざわざあの動画をねアップしてるんだろうけど、俺はその光の根性すごい気持ち悪い、気に食わないと思いました。はい、
まあ本当に撮影してるのがあのイスタロとこれは同じことです。あのとにかくすごい俺はあの光くんの、とまあレベゼンの動画にすごい嫌悪感をなんか抱いたね。はい、な感じで、まあ皆さんの意見もぜひ聞かせてください。コメント欄に書いてください。はい、柴田がマホトと、マホトとレペゼンとヒカルのコラボ動画を見た、まあちょっと見て感じたことを今日はお話しました。お疲れ様です。明日を諦めずにいられない。